皆さん気づきますかね、ダウンが入っているパックが。こんにちは、スタイルハウス編集部です。今日はメンズの新作のモンクレールをレビューしていきたいと思います。去年も定番レビューをしている動画がありますので、そちらに関しては概要欄よりぜひチェックしてみてください。それではサイズ感など詳しくレビューしていきましょう。まず最初はこちらの今着ていただいているモデルです。今年の新作のモデルなんですけれども、もうすでに日本公式サイトでは私たちが見た時ブラックが全サイト品切れでした。あ、すごい人気ですね。すごい人気なんですよね。袖の部分のロゴが特徴的なモデルかなと思います。こちらは結構ツヤっとしたタイプで、カラーは今着ていただいているブラックと、他にもピンクとかホワイトっていう色もございます。ホワイトは日本では展開のないカラー。そうなんですよ。なのでホワイト気になる方ぜひファイマーを見ていただきたいなと思います。本当にモンクレールといえばこのツヤっとしたダウンというのがブランドの特徴ではありますし、ダウンブランドとして作っていますので、寒さ対策においてはやっぱり本当に完璧だなと思って、前閉じるともう風が絶対に入ってこないぐらいの感じをしてますし、袖口に関しても、まあ、ゴムではありますけれども、まあ、風が強い日などはスナップでさらに締めて風が入るようにすることももちろんできますし、まあ、ドローコードもこれもちろんついています。今フードを閉じてる状態ではあるんですけれども、このフードも、まあ、本当にモンクレールらしいというか、例年取り外しができるものというものが結構ありまして、これもやっぱり取り外しができるモデルになっています。フードを取りますと本当にシンプルなこのようなスタンドカラーのダウンジャケットになるんですけれども、うん、本当にすっきりとした印象になります。全然印象違いますね。ありますよね、はい、よりシュッとした形になるかなと思います。今これ2のサイズを着ていますが、身幅は少し手を広げると、まあ、ちょっと窮屈な印象はありますが、基本的に普通に着てる分に関しては、まあ、ゆとりがあるような感じです。ただここの裾幅がやはりダウンなので風が入らないように締まっている分、かなりタイトな印象がしています。腕に関しては非常に動きやすいものになっています。自分で着るのであれば2がちょうどいいんではないかなと思ってます。続いてご紹介するのはこちらのダウンなんですけれども、まず何といってもこの正面のロゴが特徴的かなと思います、うん、一目でモンクレールだってやっぱり分かりますね、はい、あとはマットな質感なんですよね、うん、こちらのダウンはこれ珍しいですよね、はい、モンクレールってどうしてもツヤっぽいものが多い中で、うん、近年はやっぱりこういうマットなものもかっこいいものが出てきてますよね、うん、なんかシックで大人っぽい感じがします、はい、カラーは今着ていただいているブラックの他に日本では未展開のくすみブルーの色もあります。このダウンの作りなんですけれども柔らかいんですよね、印象として。ダウンというとどっかなんかパンとして、人によっては着膨れをしてしまうような印象なんですが、非常にダウンパックが柔らかいので着膨れすることは絶対にないような印象を今しています。やっぱりマットな分シュッとしても見えますし、かなり着やすいんじゃないかなと思います。基本的にマットなのでジッパーの部分も、まあ、本当に目立たないように、まあ、同色系のジッパーになっていますし、金具を使ってないというところがかっこいいのかなと思っています。ドローストリングもですね、金具はほとんどなくて、まあ、黒に統一されているという意味においていうと、大人のなんかデザインなんじゃないかなっていう感じがしますよね、はい、このジッパーの部分もちょっと特徴的というか他にはない感じでかっこいいです ね。ジッパーらしくないですよね。らしくないです、はい、工具のような無機質な印象がして非常にかっこいいと思います、はいはい、最後このフードなんですけれども、これも実は取り外しができまして、必要ない時は外していただいてスタンドカラーのダウンとしても使っていただけます。とてもシンプルなダウンにも使っていただけるものになってます。こちらも2を着ています。腕周りなんですけれども、見た目以上に腕を包んでくれているような印象がしますが、決して動きづらいというわけではなくて、単純にダウンが肌に感じられるような感じです。身幅に関しては非常にタイトめに見えるんですけれども、中に関してはゆったりしていてかなり着やすいような印象があります。私のサイズで普段着るのであれば、このサイズが本当にジャストなんじゃないかなと思っています。続いて
ではこちらの特徴的なダウンなんですけれども、こちらモデルは今までもある定番モデルなんですけど、このプリントがあしらわれているものが今年の新作になります。無地のタイプもあるのでそちらもぜひチェックしてみていただきたいんですけれども、こちらが撥水性のコットンキャンバス素材になってるんですよね。水はじくんですね。そうです。なので雨とか雪の日とかでも着やすい素材になってます。こちらの他にブラックの色もあります。こちらの色は本当特にめちゃくちゃ人気で、国内ではすでに品薄になってきている様子なので、もう早めにチェックした方がいいかなと思います。限定色のような印象なんで、はい、だから珍しいっていうのもあって人気なのかもしれないですね、はい、そうですね。やっぱレア感がみんな惹かれるポイントなんですかね。スプリットとしてはやっぱり定番なので、ジップのポケットもあってダブルジップになっていて、もちろんドローコードもあるようなものになってますし、ここも部分もやはりフードがしまわれていまして、弱い雨とかでしたら、まあ、このフードを取り出して使っていただけます。あとこちらもモンクレール昔からあるデザインですけれども、この腕のところにポケットがあるというところでも特徴的なものになっております。ちなみにフードを取り出すとこちらは白の色になっております。こちらも通常通りのモンクレールのサイズ感かなと思いますので、基本的なサイズ感に関しては、通常の2で着やすさとしても通常通りの形かなと思います。ただモンクレールの着方としてもうちょっとコンパクトに着たいという方は、若干大きく見えるような作りもなっているので、ワンサイズ落としていただいてもいいんじゃないかなと思います。続いてご紹介するのはこちらのダウンなんですけれども、本当見た目正直ダウンっぽくないですよね、都会的ですね、非常に、はい、これ着てそのままバイクに乗るみたいな、そんなアーバンに使っていただけるようなアイテムですよ ね、はい、ね、かっこいいですよね。かっこいいです。結構見た目もマットな感じの質感で、こちらの着ていただいているオリーブグリーンっていう色なんですけれども、他にもブラックもあります。マットな服だともうちょっとガサガサっとしたような印象があるんですけれども、この素材は非常にきめ細かいのでマットなんですけど品があるような印象がありますね。確かにカジュアルすぎない感じですね。そうですね、非常に綺麗ですよね、はい、作りとしてはこれはモンクレールのダウンというとハイスペックで雪山で着ても本当に暖かいような作りがものが多い中で言うと、どちらかというとライトダウンに近いような作りにはなっています。なのでモンクレールによくある裾のドローコードもないですし、内側にさポケットとかもなかったりもしますし、だからこそでも逆に都会で簡単に着ていただける洋服としては非常に最適なんじゃないかなというふうには思っています。ただ面白いのがここ何もないように見えてポケットが、はい、ついていたりですとか、ここ一応モンクレールのロゴがついてますね、はい、半分なんですけれどもモンクレールのロゴがついてるのも面白いところとしてありますよね、はい、同系色のロゴもついていて、そうですね、あとここも一見何もなさそうなところにポケットが両方ついておりますので、必要最低限の機能性としては十分なんじゃないかなと思います。こちらも2を着させてもらってまして、ただレギュラーフィットというところで基本的なモンクレールの作りではあるんですけれども、非常にこれゆとりを感じるような印象を受けます。身幅は本当に動きやすいですし、腕もかなり回しやすいような作りになってますので、サイズ感としては今っぽいようなサイズ感になっています。なのでモンクレールらしいもうちょっとフィットした感じを着たいのであれば、やっぱりワンサイズ落としていただいたりとか、人によっては2サイズ落としてもいいんじゃないかなというような印象があります。続いてご紹介するのは藤原ひろしとのコラボライン、モンクレール×フラグメントのダウンになります。なんといってもこの背中のプリントだったりとか、この袖のロゴがポイントかなと思います。藤原博さんとのコラボレーションって毎回非常に人気ですぐなくなってしまうんですけれども、今回のこれも非常に人気が出そうだなっていう印象を受けています。作りとしては非常にシンプルで、ここにサイドポケットがあってドローコードがあって、でこれを外すと内側にポケットがついている、フードも取り外しができるようなものになってるんですけれども、やっぱり一番の特徴としてはこのサイズ感ですよね。モンクレールというとどうしてももうちょっと体にフィットするようなサイズ感のものが多い中でいうと、フラグメントはもともとストリートのアイテムを作るブランドなので、やっぱり非常にゆったりとしていて、今らしい大きめのオーバーサイズで着ていただけるものになってるので、早めになくなってしまうことが必須なので、お早めに見ていただけるといいんじゃないかなと思います。カラーは今着ていただいているブラックの他にライトブルーもあります。フードを外せるんですけれども、外してみるとスタンドカラーのダウンジャケットになりまして、本当に今らしい肩が落ちて身幅は広くて裾幅も短くて広いみたいな今らしいデザインになります。
こちらもサイズは2ですが、ルーズフィットというところもあって、かつ藤原博さんのデザインというところもあって、かなりストリート寄りの大きさになっているのかなと。シルエットもかなり大きめのものになっています。なので着た感じとしても本当にゆとりがあって、ゆったりと着れるようなものになっているんじゃないかなと思います。これに関してはもともとストリートとして作られておりますので、このぐらいの大きさ、もしくはこれでちょっとイメージがオーバーサイズじゃないなって感じられる方は、ワンサイズ上げてももっとストリートらしく着れるんじゃないかなとは思います。続いてはこちらの本当にベーシックなデザインのダウンベストをご紹介します。本当に飽きのこないデザインなので、一回手にしたら長く愛用していただけるんじゃないかなと思います。モンクレールらしい形ですよね。そうですね、本当ザ・モンクレールっていう感じで、カラー展開なんですけれども、今着ていただいているブラックの他にエメラルドグリーンもございます。このダウンベストは本当にモンクレールの定番の形だとも思うんですけれども、特徴的なのはフードにトリコロールのトリミングがついているので、これは非常に珍しいんじゃないかなというふうに思っております。これ可愛いですね。可愛いですよね。ちょっとマリンっぽいというか、そんな印象もあるので、非常に爽やかに着ていただけるんじゃないかなと思います。作りとしてはダブルジップになっていまして、下から開けることもできれば上から開けることもできるというところで言うと、車に乗られるとき下が閉じちゃうと窮屈だっていう時もあるんで、ちょっと開けていただくと使いやすくなっています。ポケットもここに2つジッパーでついておりますので、物を入れることもできますし、まあ、もちろん手を入れて温めることも楽できるなと思っています。裾に関しても防寒というところでボロコードがついておりますので、風邪痛くないなというところに関してはここを絞っていただければというふうに思います。あとは今フード見ていて思ったんですけど、このモンクレールっていうエンボス加工の片押しがされているんですよね。これも本当にさりげないんですけれども、うん、モンクレールらしさがさらに感じられるんじゃないかなと思います。ね、見た目はモンクレールの中でも多分ゆとりがあるように今感じられてると思うんですが、これでスリムフィットのデザインになってます。なので普段のモンクレールのサイズ感で買うとちょっと大きく感じられる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。これサイズ2なんですけれども、個人的には今までのモンクレールの3とかちょっとワンサイズ上がったような今印象で着ているので、もうちょっとフィットしたいというのであれば、ワンサイズ落としていただく方がイメージは合うんじゃないかなと思います。続いてもダウンベストになるんですけれども、こちらの一見シンプルな感じのダウンベストをご用意しました、うん、皆さん気づきますかね、ダウンが入っているパックがすごい独特な形になってるんですよね、うんうん、本当にこういう特殊な形のパックってなかなかやっぱり見ないので、独特なこのパックっていうのがこのダウンベストの一番の特徴なのかなと思います、うん、そうですね。作りなんですけど、ちょっと驚いたんですが、通常のダウンベストよりもこのポケットのジッパーが長くて、すごい長いですね。すごい長いんですよ。なんで手を入れるというよりかは荷物を入れてもらうためのポケットのような印象もしていて、これだけ長いと正直500ml ペットボトルなんて入ってしまうぐらいの大きさなんじゃないかなと思って、はい、いや本当入りそうな位置ですよね。そうなんですよ。かなりこれ使いやすいんじゃないかなという印象をしました。開けるとですね、内側にも実はポケットがありまして、ここにももちろん物を入れていただけるような作りです。あとはこの後ろの部分がジッパーで開けられるようになっていて、ここからこんな感じでフードを取り出せるんですよね。ここもやっぱデザイン性もありますし、ちゃんとフードも使えるっていう機能性も備えていて、本当に魅力的なダウンですよね。ちょっとの雨ぐらいだったらこれでしのげるかもしれません。確かに。こちらもスリムフィットを着ています。ただこれに関しては、まあ、通常通りのモンクレールのイメージかなと思っていまして、身幅に関しても裾に関してもスリムフィットというだけあって、かなりフィット感がありますので、通常通り170センチぐらいの方であれば2を選んでいただいてちょうどいいんじゃないかなと思います。ということで今回はモンクレールをご紹介しました。はい、人気のモデルですとかサイズに関しては本当に完売が早いので、気になる方は概要欄からお早めにチェックしてみてください。今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it.